こんにちは、萌です。今回は前回作ったこのマイクアゾースキーの相方を作ろうと思います。で、今回も、前回使ったのと同じこの積層粘土ラドールプレミックスを使いたいと思います。で、前回このマイクはこの手と足の部分、この細いところは、針金とアルミホイルを中に入れているんですが、この胴体の部分は顔っていうのかな、顔の部分、ここは、何も入れてません。この粘土だけで作りました。なのでちょっと重いです。で、今回サリーを作りたいんですけど、相方、サリーを作りたいんですが、サリーってマイクに比べるとかなり大きいと思うので、結構こう分厚くなるにつれてひびが割れる確率が高くなります。なので、このスポンジを中に入れて作りたいと思います。ちなみにこのスポンジは、私がキャンバスとかなんか画材を買った時に間に段ボールの間に入っていたスポンジを取っておいたものです。普通のスポンジです。これをちょっと中に入れて作りたいなと思います。ということで始めていきます。はい、ではまずはスポンジを大きさ、ある程度の大きさに切っていくんですが、普通にカッターで切ります。で、この大きさに決めるときなんですけど、自分が作りたいサイズの大きさより一回り、小さく作ります。っていうのも、これにアルミホイルを巻いて、さらにその上に粘土を、かぶせていくので、そのままの大きさにしてしまうと大きすぎちゃうので、結構小さめに作ります。こうやってかぶせる、まあ5ミリぐらいの粘土がかぶさったらどれぐらいの大きさになるかなっていうのを考えながらスポンジを作ってきます。で、こんな感じでアルミホイルを巻いて、その上に粘土をかぶせていきます。で、このアルミホイルはスポンジがバラバラになっちゃわないようにとか、ポロポロ崩れてこないようにとか、あとはちょっとこの粘土の付きがスポンジよりも、このザラザラしたアルミホイルの方が良かったりするので、アルミホイルを巻いてます。で、今回使っているこの粘土板とこのヘラはどっちもダイソーのものです。ダイソーで買ったやつを使ってます。なので2つで200円です。このヘラも結構使えます。100均だけどこれはいいなと思いました。で、この粘土板もペラペラなんですけど、これぐらいの作業だったら、下が汚れないしいいかなと思います。で、胴体作ったので、ここから足を作っていきます。足なんですが、こんな感じの振り向いたサリーを作りたいので、ちょっと角度が違います。なんですけど、足の大きさ自体、太さとか大きさは左右一緒なので、どっちも、同時に作っていきます。とりあえず2つ同じ大きさのこの形を作って、この膝の曲がる感じとかがちょっと違うんですけど、これね、左右同じように作っていきます。で、ある程度大きさを決めたら、こんな感じで、詳細をこうね、綺麗にしていきます。で、最終的にこれは立たないといけないので、この足の裏の部分はまっすぐ、平らに仕上げます。で、この角度とかもちょっとヘラの丸みとかを使いながら作っていきます。で、ここで足の指、これを作っていきます。こうやってヘラでこの間の線を入れて形をこう作っていきます。で、余分な粘土をこうやって取って形を整えていきます。で、この切ったところが、綺麗になるようにヘラと指を使ってこうスムーズにしていきます。綺麗にしていきます。で、この指の丸みもちゃんと、作っていきます。で、この時に綺麗にするためにちょっと手を水で若干濡らしながらやったりします。で、この爪、これもやらないといけないんですけど、この爪を、
乗せやすくするためにちょっと埋め込むためにこうやってくぼみを作ります。でこのくぼみを作った方が爪を乗せた時にこうちょっと埋め込んである感じが出やすいので、あとくっつきやすくなるので、こうやってちょっと丸っこいくぼみを最初に作っておきます。でこのヘラも使って綺麗にくぼみを作ります。ちょっと大きめに作ってます。でこの爪を作るんですけど、なんか雫型みたいなこんな感じの形、円錐みたいな形を作って、それをこのくぼみにはめていきます。こんな感じです。でこの爪も大きさ若干違うんですけど、3つ同時に作っておいてからつけました。でこれつけたらこの爪が取れないようにこの隙間をヘラでこうやってくっつけていきます。でこれを繰り返します。でこれくっつける時に気をつけたいのが、あんまりこうギュッギュッとくっつけて粘土の形を変えてしまうとこの爪の綺麗な形がなくなっちゃうので、それを気をつけながらでも取れないようにくっつけていきます。でこのすごい細かい作業をするときに、この粘土、これ爪とこの指の部分くっつけたいので、このヘラにちょっと水分をつけて、水をつけて粘土を柔らかくして、その柔らかくした粘土を隙間に埋めていくようにすると結構綺麗にくっつきます。ただこの水をつけすぎるとふにゃふにゃになっちゃって、形をそのまま保ちたいところもふにゃふにゃして形が崩れちゃったりするので、つけすぎには注意した方がいいかなと思います。こうやって細かく隙間を埋めていきます。でちょっと崩れちゃったところとかは、整えていきます。ちょっと集中しすぎて頭で見えなかったりしてるんですいません。こんな感じで足は作りました。で顔を作ったんですけど、顔の作り方はまた別の動画で詳しく出しているので、それを見てもらえたらと思います。こんな感じで作ってました。これも同じくスポンジを入れて作ってるんですけど、細かいところとかそういうのも出してるので見てもらえたらと思います。で角もつけて、顔はこんな感じで出来上がりました。でここからですね、腕を作っていくんですけど、腕にもスポンジとアルミを使います。今回は前に作ったマイクワゾウスキーよりも腕が太いので、針金じゃなくてスポンジを入れて作りました。でこれも別にまあこのぐらいの太さだったらスポンジ入れて使わなくてもいいかもしれないんですけど、まあ節約も兼ねて、あとこうひびが割れにくくするために入れてます。でこんな感じで棒状のものを作ってます。で今回の振り向いてる感じのサリーは腕がこうくの字になっているので、両方こんな感じでくの字になってます。なのでこれをね、胴体に合わせて長さと形をこう整えていきます。これぐらいの長さかなとか、これぐらいの太さかなっていうのを考えて、それが OK だったらこうやって2つくっつけていきます。この折れてる感じをね、曲げてある感じを出していきます。でここもなので、この折れてる一つ一つに別々にスポンジが入ってて、2つの棒をくっつけてこのくの字にしてるっていう感じです。でこれも足と同じく手をつけていきます。手も同じ感じで作っていきます。で手の方が小さいので作りにくいんですけど、前のマイクワゾウスキーより全然大きいのでこっちの方が作りやすかったです。でこれも、左右角度が違うので、それはちょっと考えながら作っていきます。でこれも腕と手の部分別々に作って、これをくっつけていきます。
そしてそれができたらこの尻尾も作ります。尻尾、これがですね、こう最終的にこう立った時にこんな感じで、ちょっとこう反った感じ、尻尾が反った感じにしなきゃいけないので、この形をきれいにして、きれいな形を整えて、どこにつけたらいいかっていうのを考えながら、つけていきます。で、これできたら胴体にこうやってくっつけて、こんな感じで、尻尾をつけました。で、足の部分、足をどこにつけるかっていうのを決めて、足をつけて、次は腕をつけていきます。この腕も角度とかが大事になるので、全体的にこうバランスを見ながらつけていきます。で、この顔と腕、どの位置にあったらいいかなっていうのを全体的に見ながら、確認しながらつけていきます。この腕の角度もね、結構大事ですね。で、この参考にしていた画像が一つしかない、正面からしかないので、反対側とかは、こう想像で作ります。で、反対から見た時に変にならないように、360度見ても不思議な形になっていないように、自然に、自然な体の形になるように作っていきます。で、これもしっかり、この間をきれいに埋めていきます。で、この埋めたら、その周りも、ちょっとね、肉をつけていきます。で、形を整えて、背中とかその辺もきれいにしていきます。で、次に最後に頭をつけるんですけど、この顔、ここも角度が大事になるので、しっかりと見ながら、確認しながらつけていきます。で、これがね、全部ついたらこんな感じになりました。どうでしょうか。こんな感じです。違う角度で見るとこんな感じです。違和感のないように作りました。反対側から見るとこんな感じです。で、これに後ろに、このなんていうのかな、この角みたいな、このボコボコをつけました。こんな感じになってます。で、ここから色を塗って、またちょっと毛っぽく加工していくんですけど、それは、後編で紹介したいと思います。ということで、この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ぜひマイクワゾウスキンの動画も見てみてください。ではまた次の動画で、バイバイ。